思いのフライパンから日本を元気に、世界を元気に。私はお肉が大好きで大好きでたまらない芋の屋の石川です。本日のゲストは加藤啓太選手、はい、佐藤平明選手、はい、ということで、なぜ選手かというと、皆さんお分かりですか？4665109期、はい、加藤啓太選手、はい、4786113期、佐藤平明選手、はい、2人の共通点は碧南です。思いのフライパンは碧南、愛知県碧南市です。思いのフライパンは2人の競艇選手を全面応援してます。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。出だしからなんかね、リハーサルから佐藤選手なんかカメラ気にしてましたね。こんなカメラあることないですからね。皆さん知ってますか？加藤啓太選手、最近なんかうちに入るようになったね。いや、まあどうですかね、離れが飛べばだけです。佐藤選手ちょっとピット離れがたまに悪い時あるたまにきますスタートいきますので、また皆さんよろしくお願いします。さて、2人とも共通はまだヘビーユーザーね。そうですね、ヘビーユーザー、はい。でこの慣れ初めを言うと、2人は碧南市の共通点が、加藤啓太選手は僕の野球部の教え子、はい、佐藤平明選手は僕のパパ友、はい。啓太はいつもね、ずっと前からです。佐藤君と僕の最初のきっかけって知ってる？あんまり聞いたことないよね。なんか子供つながりっていうのしか。もっと深い。いやー、わかんないですね。佐藤君ね、あのデビュー早々フライングを2回ぐらいしたんだよ。はい。じゃあ本当に、はい、もうフライングしょっちゅうしてるんで、いつかわかんないですけどね。じゃあこの間もなんかさ、ネットニュースでさ、デビュー以来なんか、あ、これはロータイの霊界来てくれてさ、そうですね、14本飲んでくださいね。はい、そうそうそう。でいつもさ、あのガマゴールとか常滑のさ、こう時節のこうなんちゅうのインフォメーションなんか展望みたいに、はい、出し力はあるけどスタートにいいとかって絶対書いてあるよね。でそれがいいんだよ。で俺なんで知ったか知ってる？いや、わかんないですね。佐藤君さ、上の子がさ、こううちの下のチビとさ、はい、年が同じなんだ。はいはい。で保育園が同じだったんだ。で俺もたまにさ、あの嫁さんにさ、うちの娘ちょっと迎え送ってってとか迎えに行ってとかって言ってさ、でまあ、たまたまちょっと嫁さんの体調が悪い時とか仕事が忙しい時に、嫁さんがね、まあ、俺も忙しいんだけど迎えに行くとさ、毎日いるんだわ迎えに、ね、迎えに、はい、で嫁さんも俺が例えば行かんかった時に、次の週に、うん、佐藤さんとこまた旦那さんが迎えに来てるよ、うん、今日も佐藤さんだよでもっと言うとさ、佐藤さん髪の毛茶色いよとかさいい年してこの色そうそう、はい、なかなかいないですよね、保育園。で俺はさ、あれだけど、女の子とからするとさ、夜のお仕事みたいな。あ、で、ちょっとこれねってなってて、名前なんて言うんだって言って、で娘の名前とかさ、息子の名前とか聞いててさ、佐藤さんって言いますよとか、下の名前なんだって言ったら、広明とかって言ってたよとか言って、お前それだ、それ競艇選手だぞとかってそんなすぐ、すぐ分かるよ。分かるんですか？まあ、すぐね、はい、まあ出た時から名前売れてるんで。大地、俺と啓太の共通の話題は、啓太が碧南が起きた時に、最初の、まあ、土地で会話があった時に、もう今の愛知支部でいうと都築さん、はいはい、蒲郡の正月レースで、はいはい、当てたよね。お父さん買ったもんね、はい、それが当たったのが共通で、昔2連単までしかなかったよ。うーん、あれが8000か9000ぐらいついてたね。8000いくらかついてた、正月の優勝者でね、はい、で1号艇がさ、吉田さんだよ、あの時。吉田ですか、ね、あの誰だ、のりおのりおさんじゃない、もう一人の
高吉さん、あ、はい、で6号艇が鈴木さん、はい、5号艇が鈴木さん、5号艇からで、あと橋本海進さんが2着でね、はい、5、6ですね、はい、ね、あったよね、はい、ありましたありました、そうそう、その話ですごい高校の時にお父さんと話が盛り上がった、はいはい、ケータが俺が買ったんだけどケータが買ったみたいになって、そうで、でその時にね、あの佐藤君も知ってたけど、俺一番はさ、あの今あそこの油が縁あるじゃん、でこれたまたまさ、あの僕ロータリークラブ入ってるからさ、3年ぐらい前にあそこの水上スポーツセンターのとこで今の建物ができる前にさ、はい、行った時にあのペアボート乗せてもらったんだわ、うん、たまにやってますもんね、そう、はい、でその時に、あの東京のさ渡辺くん武郎、はい、俺知ってたんだわ、はい、俺タケロに乗せてもらいたかったらさ、全然誰かわからない人に乗せてもらったんだよ、だタケロをさ、こうさ、俺が乗ってるパワーボートからさ、まくってっちゃってさ、これ誰か乗ってんだよ、俺の知ってる人、はいはい、で俺そのね、背のちっちゃい子だけど誰かは未だにわからん、でも若い子ですよね、多分若い子わかんないですけど、タケロもフライングするじゃん、よくしますね、そうそうそう、はい、今もF2 ですね、はい、でも今度ちょっと俺ペアボート乗せてくれんかなもう一回言ってきますなんかあのケイタさ、同級生のさ、はい、あ、すいません、内ももです、あの野球部の同級生おったじゃん、名前は言わんけどさ、はい、あいつガマ氷でさ、あ、一回乗せましたね、はい、乗ったよね、はい、そうそうそう、たまたま抽選で当たったって言って、ね、はい、2人とも なんで競艇選手を目指したの、それをからまあ消えたから、僕もなんか親に昔から連れて行かれとって、うん、もう気づいた時には競艇選手になりたいなって思って、もうそれをずっと思ってる感じですかね、はい、佐藤君は、僕はちょっと長くなるんですけど、うん、まあ、それこそ小石さんとあのパパ友のきっかけになったその上の子、僕の娘、うんうん、三つ子ね、はい、うん、子供は三つ子だったんですよね、うん、ウィザーが三つ子 で、うん、でその時にまだ自動車整備士をしてて、うんうん、で、まあ、愛知豊田っていう会社で働いてたんですけど、うんうん、でその時に三つ子ができたんで、ちょっとこう金銭的にもちょっと余裕がなくて、うん、転職を考えてまして、うん、でその時にたまたまお客さんで平本さんだ、はい、平本さん、刈谷工業野球部だ、刈谷工業野球部、今刈谷工科野球部そうですね、刈谷工科平本さんがお客さんで来てたんですよね、ランクル買ってくださいまして、で、うん、そこで、まあ、競艇選手ってこんな稼げるんだっての知って、でそこで、ね、うん、ボートにちょっと転職しようかなっていうふうに思ったのがきっかけですね。平本選手って何年生まれ ?59 年、ケータと違う ?1 個だと思うんですけど、うん、59年それぐらいだ、ケータとかサッサンもちょっと碧南高校の石川監督知ってると絶対知ってるよね、刈谷、まあ知ってると思います、なんか昔平本さんにやったよねっていう話はされたことあるんで、刈谷工業やった、僕もあんま記憶ないんですけど、あ、やったかもしれないですとは。へー、結構野球やってる子とか多いですよね、ちょくちょくいない、ちょくちょくいますよね、はい、ね、甲子園行った人もいますしね、うん、愛知だと最近何、磯部選手とか強い、磯部さんは強いです、うん、はい、元、はい、バレーですけどね、磯部さんバレーボール、碧南高校の、あ、碧南高校のバレーボール、だからあれ、はい、家って知多の方じゃないですか、知多ですね、バレーバレーですね、碧南高校でバレー強いね、いや僕もそれ磯部さんに聞いて初めて、うん、あ、そうなんだって思ったぐらいで、二人とも減量大丈夫ですか僕でもやめとく、いや僕めちゃくちゃ減量して、うん、してるよ、52キロだって、はい、俺ちゃんと見たもん、5キロ以上ダイエットしたんですよなんか気合い入れてたはい、なんで今日チートデーってことで、はい、ということでチートデー、チートデー、お肉楽しみです、このアップの時には2人がどこで走ってるか分からないですけど頑張るね、はい、ね、
本当に。ということでこれ食べましょう。お皿をください。いただきます。内ももなんで、これはちょっと赤身が多いので、内ももこのガスコンロでこのあれやってます、鉄板でやりま す, ります、はい、じゃあ俺2つあるというか太っちゃうというかんで、はい、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。内ももは基本的に焼肉よりどっちかというとローストビーフで使います。うん、だからちょっと歯ごたえがあります。美味しいです。まあまあ、慣れそうまで聞いたので、まあ次はちょっと言える範囲でね、あの船研の参考ならん程度にいろんな話もこうしていただきながら未来の展望もしていただければと思いますので、うん、お願いいたします。はい、はい、今回もご視聴ありがとうございました。このコンテンツは毎週水曜日19時に公開していきます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメント高評価ベルマークを押していただけるととても嬉しいです。思いのフライパンから日本を元気に、世界を元気に。では次回もお楽しみに。